アイロス、今日はね、相手のね、腕をね、こう壊しちゃうような回し蹴りの使い方をしています。普通は中足返さないでしょ。普通はこう、背足でこう蹴るでしょ。じゃなくて、中足返すことによって、ここの、この筋肉ね、これね、これをグッと固くして、それでバーンとこの足首のところから当てちゃうんですよ、ね、まず右をね、10本蹴って、左を10本見せます。ワン、ツー、スリー。それで距離を取るから、1、2、3でちゃんと距離を取っていける。ね、はい、いいですよ。はい、お願いします。よし。はい。はい。1。2。3。4。5。6。7。8。こういうふうにピュッと返す、ね、はい、やってみてください。す、はい、中足をしっかり返して蹴ってみてね。構えて、キャッタイ、1、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、1、3、4、5、6、7、8、9、はい、10。よし、直れ。はい、続いて左ね、こうサウスポーに なって蹴るやつをあえて教えます、ね、この右左をこう右左右で距離取ってからしっかり中足を返してこうやっぱり蹴るというね。はい、お願いします。よし、これだけの人の顔だったな。はい、で、よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様でございます。このようにやってみてください。今のを踏まえてね、やってみます。ワン、ツー、スリーから左の上段回し蹴り。はい、号令お願いします。はい、で、気合いで、気合いで、1、2、3、蹴りで気合、4、そこで気合、5、6、気合遅い、そこ、7、8、9、10、はい、直れ。来いほら、はい、はい、5、引き分けってこうなるわけです。そしてまた延長戦になる。で、これ相手が90キロぐらいだと、もっとガンガン出てきますから。はい、1分。はい、構えて。はい、始め。はい、行こう。はい。はい。はい、これこうですよね。はい、はい、はい。これこう。はい。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい。はい。
り30。はい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 、俺どんどん前でくるよ。はい、ラスト10。はい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 、よし、連帯よ連帯よ連帯よ、内股とおかしそうな連帯よ連帯よ連帯よ、そう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 、はい、やめ、はい、ガード OK、 やめで正面向いてバーッと。審判の印象ってね、こんなことやってるやつって4人旗揚げようなと思いませんからね、凛しくこうやってあってこうやってやってる、基本に忠実に深呼吸をしてるとかね、でこんななってたら道着をすぐこう締めてね、で不動立ちしてこう待つと、うん、これで東北大会だと2分の1分なんで、これでようやく1回戦が終わるわけです。で決勝だとこれが2回続きますから、うん、そのスピードはスタミナがないといけないということです。はい、で組み蹴ってね、皆さんね、フラ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 しているやつってダメなんです。足の裏がちゃんと血ついてないと。だから三鎮立ちってこうしっかりしたり、前屈立ちってこうしたりね、牙立ちってちゃんとこう立ったり ね、この足の裏の吸い付きね、こう土台がしっかりしてるやつって、練りとか肺とかやってるやつって違うじゃないですか。こうやってもう吸い付くように下半身動いてくるからね。だから城南支部とかも中国憲法の違憲のね、練りとか肺とかやったわけですよ。もう和美選手なんかもうこうやりながらもうさっさって動けるでしょね。全日本5回もチャンピオンになってるだけありますよ、あの方はね。そうだから、そういうね、地に沿ったやっぱりね、運足とか動きとか、うん、そういうのも、乗っけていくと、そうするともっと強くなると思いますね。はい、よしよし、はばいて、はじめ、30秒経過。残り30。よし
ラスト10。ありがとうございました。